鈴木達夫は安倍政権を倒そう、労働者が私たちの力でこの社会を変えることができる、立ち上がろうと訴えて今回の選挙を立ち上がっています。国防予算は人を殺す予算だと言った国会議員をなんで共産党が肯定するんですか。ここにすでに戦争は始まってるんです。テレビをつけたって戦争に反対するニュースキャスターは全部姿を消したじゃないですか。こうやって社会の毛穴を塞いでって誰も声を上げなくて戦争は起きていくんです。その時に命をかけて戦争を反対する人が必要なんだ。それが鈴木さんです。だってご存知でしょうか、この10月から医療手当の限度額が130万から106万に下げられます。女性の社会進出を阻害してるからだって止まってるんですよ。なので106万に月にしたら8万8千円どうしたら年金の掛け金も健康保険の掛け金も自分で払わなきゃいけない、手元にいくら残るんですか。それで子供を保育園に入れたら認可保育園だって最低3万5千円文化だったら10万超すんですよ。そしたら何のために働く、手元に残る残らない、いやそんな話じゃない、もう全部税金を塞がれて生きていけないんじゃないですか。だから女性の貧困、子供の貧困、高齢者の貧困、何ですかこの国は。だけどこれは個別個別の問題じゃないんです。こういうこの国の仕組みを作った連中がいるからできたんだ。同一労働、同一賃金って安倍首相が言ってるのは全部正義の賃金に下げていこうってことですよ。つまり全く逆なんです。正社員をこの社会からゼロにしようってことなんです。もう本当に許せない。それには家計法を全部撤廃する。何が消費税だ。ぜひ鈴木さんの発言をお願いいたします。正義衆です。私はこの星野文明と獄中結婚し30年を迎えました。この度星野再審弁護団長の鈴木哲夫さんが再任選に立候補したためその応援に駆けつけました。星野文明は現在70歳、一日も早い解放を目指し全国で文明の絵の絵画展を開催しています。星野文明は獄中から自らの冤罪を訴えるとともに人間が人間らしく生きられる社会をと訴え続けています。今沖縄の光は全基地撤去に向けて燃え広がっています。日本政府は星野文明の存在に怯え文明に無期懲役刑を避けました。文明は今獄にありますがその志を体現して新しい労働者の政党の旗頭として立ち上がっているのが鈴木達夫さんです。ご支援をよろしくお願いします。その力で星野文明を取り戻しましょう。私はですね、講演して講演をやり、そして品川の方で、小さな出版業を営んでおります。消費税という悪税が始まってからどん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 売り上げが低下する一方だ、ね、しかも従業員が5人以下の零細企業の倒産は過去最高なんですよ。20年以上前は、ね、消費税なんかなかったんだ。いつの間にか洗脳されてるんですよみんな。で消費税全般なんて言ってるのはね、もう今や鈴木達夫さんだけなんですよ。民進党はあれもともと消費税あったって言うんだよ、ね、連合さんなんてのはあれは野田の側近なんですよ。消費税を上げましょう派なんです、ね、共産党どうですか。共産党は、ね、8% 現状でいきましょう。 8% 大変なんですよ。あんた冗談じゃないですよ。こんなね、
社会はね、もう根本的にですよ、もう打ち壊して、もっぺん建て替え、そして建て直すりじゃない、ね、この建て替え、建て直し、ね、この戦争に立つのが鈴木達夫さんです。7月10日、皆さん、絶対に鈴木達夫さんを国会に送り込みましょう。よろしくお願いします。都民の皆さん、私は国分寺で、30年間開業しております医者です。私は鈴木さんと共にこの数年間真剣になって福島のことを考えてきました。福島では現在まだ10万人の県民が避難をしています。5000人がこの東京にいます。そして子どもたちの健康が極めて危機的な状況になっています。とりわけ小児の甲状腺がんの多発がすごい勢いで広まっています。私は4年前から多くの仲間と共に福島共同診療所で医療をやっています。その中で私たちが思った、私たち医者がたくさんいますけれども、その人と思ったことはただ一つです。これは大変な事態になっている。甲状腺だけではなくて長期の内部被曝が延々とこう5年間も続いていて、この後も高濃度の被曝のもとに200万県民が虐げられるという状況が続いているのです。それに対して国および福島県、そして福島医大は何を言っているのか。子どもの甲状腺がんに関しては原因がわからない。なぜこうなったかわからないけど増えている。決して放射線障害ではとは言えないということを続けて言っています。私たちはこれに対して本当の怒りを持っています。この河野土地域に現在避難している人たち、避難している特に自主避難をしている人たちのへの対する補助が打ち切り、来年の3月に打ち切りの行為が書かれています。打ち切って河野土地域、平泉道の被爆地域に戻れということを強要するという極めて許しがたい反医療的な反人権的なことが行われているのです。まさに安倍が言うところのですね、オリンピック誘致発言に言った健康は全く将来にわたってもないんだというあの誘致発言がいかに福島県の健康 を悪くしているかということをね、本当に考えざるを得ないんです。そしてまた日本共産党、あの民意連たちは何を言っているのか。福島民意連の代表者は依然として多発ではないと言っている。しかもあれは自然発生だと言っている。福島共同診療所は 大げさだと言っている。新しい医療を本気に語って福祉医療を十分に担い抜く政党を作り上げるために頑張りたいというのを思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。もう杉井先生のお話の通りです。私5年半ですね、間もなく、その中で学んだというか知り抜いたことは、国というのは全く命の側に立たない、犯罪性、残虐性、その極を極める存在だということでした。戦争をするための 法律を変えること、そして数々のいろいろな基準値を国があるいは資本が自分たちだけの体制を守るために決められていく、この国許せません。命の基準に戻しましょうよ。真実にその基準を戻しましょうよ。3番目の娘が子供を授かりました。まだ1ヶ月です。その子供にどんな社会を残すのか、私はちょっとささやきました。革命家におなりよって、うん、革命家っていうのは別に特別なことじゃないんですよ。命の基準、未来の基準、全て命のそのものを私たち自身が歴史から学んで繰り返していくというか作っていく。 99% が自ら自分の主体性を取り戻してつながって、そしてまっすぐな、嘘腹黒くないまっすぐなクリアな政治家たちを世に送り出して、一つ一つその社会を自ら作り上げていく、それが革命家なんですよ。私は
この30年間、道路人と組合とともに、30年間のうち25年間は、物置の上のところに閉じ込められて、それでも仲間とともに、仲間が首を切られることに絶対反対をして戦わされてきました。皆さん、裁判の法廷で会社側の弁護士は、この道路人という連中は国鉄改革法が決まったのに、その法が決まったのに従わない、だから反逆者であり国賊であり改革犯だというふうに言いました。皆さん、私はその時に労働組合が仲間が組だと言われて戦わない労働組合ってのは一体何なんだ、労働組合が仲間の組切りに反対をして仲間同士助け合って戦うことが一体何が悪いんだ、そういうふうに言います。彼らは何も言えませんでした。皆さん、今東京の東京都知事舛添が退任しましたけど、大体の皆さん知ってますよね、彼が年収いくらもらっていたか知ってますよね。2600万円です。その2600万円を使うんだったらまだいい。都知事のですね、自分が使う金の中からクレヨンしんちゃんですか、コミックを買ってたんだ。それでね、東京都内で働いている正規の労働者、バイトをしながら食べている労働者、1時間いくらか分かりますか。皆さん、共産党のいいルールです。ルールで決められているのは907円ですよ。普通の青年たちが1時間働くのにどんな思いをして働いているか皆さん分かりますか。どれだけ能力がないのか、どれだけダメな人間なのか、スキルがないのか、ない、そういうふうに言われてね、たった907円でこき使われてるんだ。チキンしたってね、14万円だよ。その人間がね、コミックの時にね、どっから金持ってくんだい。その1時間の907円から稼いだ金でね、安い飯を食ってコミック買ってドリンク飲んだら終わりじゃねえか。そういう人たちのね、そういう青年たちの気持ちがね、この政治家たちが知事はね、全くわからない。公私混同は何だし、これからね、青年たちにね、なんて言ってるんですか。この前麻生が言いましたね、90歳を超えた年寄り、いつまで生きてるんだって言うんだ、ね、年寄りと青年たちを対比させどうするんだ。国民年金、年金がない人がいっぱいいる、年金掛け金も払える人がいっぱいいる、もらってる人だって78万円だよ、ね、月6万5千円だ、どうやって生きろってんだ。こんなことやっててね、皆さん消費税だけじゃないの。今福島で、ね、常磐線を開通させてもう安全だから帰れって言ってる。そして来年の3月には自主避難をしてる人たちもね、補助金を打ち切るって言ってるんだ、ね、皆さんの所得税、住民税、所得税からは20年間にわたって 2.1% の復興特別税は取られてるんだよ。住民税からも月1000円ずつ取ってるんだよ。俺たちから強制的に取った復興税どうに言ってるんだ。それを福島の人たちには、避難せざるを得た人たちにはね、来年3月に打ち切るって言ってるんだよ。こんなことをね、こんなことは許せますか。僕はね、常磐線のあの第一原発何の事故も収束してないにもかかわらず、常磐線を全面解消させてね、福島の人たちを俺たちから金は取っといた上で、その金は大企業に全部ね分配してたよ。福島の県民に対しては被爆と帰還を強制する、こんなことをね、許せば労働組合じゃあっちゃいけません、いけないでしょ。皆さん、私は30年間戦って労働組合の革新というのはね、なんかね、金を取るだとかね、物を取るじゃないの。こういうふうに言えばいいほど、ね、金やね、物にこだわればこだわるほど、あのね、だんだん卑しくなってくんだ。舛添だのね、あの政治家みたいになってくんだ。細かいことでもね、公金を使っても平気なやつ、こういうのあっちゃうんだよ。俺たちはね、貧しいけれどね、心ぐらいね、豊かに生きたいでしょ。心豊かに生きるのはね、この国家、この腐敗した政治家、この腐敗した政治とね、仲間と団結して戦うことなんだ。仲間と団結するのは大変なことだよ。みんな傷ついてるし、仲間なんか信用できないし、人間不信に陥ってるし、娘になってるし、大変だよ。だけどね、大変だけどね、だからこそ我々はね、本当にね、仲間同士が結び合えるんだ。どんなことがあったって、私も私たちはね、人間ってのは結び合いながら団結しながら、この過酷な状況の中でね、手を助け合いながらね、
豊かに生きていくことができるんだ。それが僕は労働者階級であるね、日本の人民だと思う。そのね、そのことをね、奪還するのは僕はね、この30年間戦い抜いた結論だ。今こそ戦う労働組合よ。今こそね、仲間とともに自分自身の解放を立てる。今こそこの世界の主人公はね、私たち自身だっていうね、多い労働組合をね、鈴木先生とスコットを持っています。道路を見たの皆さん、ありがとうございます。